ラケマーダ遺跡南グループ列中の間、円柱の高さは5メートル以上で勝手ては屋根があった。ラケマーダ遺跡、地いのピラミッド、南西より、長部は尖っていて高さは9メートルに達していたと推察される。ラケマーダは、メキシコ、サカテカス州マルパソカ国にある標高2100メートルほどの丘陵を利用して築かれた古典気候機の採取センターである。 0.5平方キロメートルの範囲に、アクロポリス内市は、城塞と呼ばれる建造物群や、そこから南東にやや離れた場所に、地界のピラミッド、列中の間と呼ばれる建物を含む、南グループなどの建造物群が全体として、南北方向に分布している。ラケマーダの立地は、マルパソ過国から南方へ向かう交易路を抑える、要衝であり、工述するように交易によっても反映した。 元々は、チャルチウィテス文化の祭祀センターの一つと考えられてきたが、現在は、マルパソカ国独自の別個の祭祀センターと位置づけられている。1951年と1963年に調査を行ったペドロ・アルミリアスによって、期限480年から1200年にわたって営まれたとされた。その成果をもとに、マルパソカ国の3期の変年が作られた。ただし、 最近の40個に及ぶ炭化物のサンプルの放射性炭素年代測定によってラケマーダ自体は紀元500年から900年の間に営まれ、前世紀は期限650年から750年頃と考えられるようになった。ラケマーダを含むマルパソ加国の変年の第一期はマルパソ省で紀元400年から600年または650年頃に位置づけられる。 国勢 145km に位置するチャルチウィテス文化の標識遺跡、アルタビスタでチャルチウィテスのカヌテジョ,ショーに並行する。この時期にマルパソカ国にメソアメリカに典型的に見られるような濃厚集落が分布するようになった。これに続く時期がラケマーダ賞で紀元600年または650年頃から紀元850年頃の時期である。この時期は アルタビスタでチャルジウィテスのアルタビスラケマーダーに崖の路頭や丘の地形を利用して段々畑のように60カ所とも100カ所ともいわれる数のテラス特格の構造が作られ再使用施設や居住区が作られた丘の中央部はアクロポリス内市は城塞と呼ばれる建造物群が形成され複数のメソアメリカ的な小規模のピラミッド蒸気団と 中庭を囲む建築複合が作られた。幾重にも作られたテラスのうち最大のものは城西の北西にあるテラス18で70メートル40メートルに達し、北西端に6メートル10メートルの小規模な神殿を伴う半地下式の中庭を持つ。この中庭は15メートル35メートルほどで内部に小規模な球技場が作られた。 この球技場の壁面は数度にわたって壁の漆喰が塗り替えられていた。また、壁面の先端部から首のない球技者の石彫りが発見された。当時高さ9メートルに及んだと推定される地界のピラミッドと呼ばれる核水系のピラミッドがそれ以前のピラミッドを覆って作られた。このピラミッドはメソアメリカに典型的な神殿の基段などではなく正面に 部分的に階段が復元されているが、上部は角錐のように尖っていたと考えられている。南グループは一気の小規模なピラミッドと東側に列中の間を設けた基段からなっている。この列中の間は西側に出入り口を持ち、西側から東側に向かって4本、2本、5本の3列に大来質みの円柱が並んでいる。この円柱は、 高さ5メートル以上あったと考えられ、建物の中央部を一周するように長方形に配置され、屋根を支えていた。壁の一部は現在高さ3メートル残存している。ラケマーダからは平石を敷いた幅10メートルの道路網がマルパソ加国を放射状に網目のように広がり、220カ所以上の集落とつながるようになっていた。このような道路網を備えたラケマーダは、 積極的な交易でも反映した。例えば、交易品のうち、黒曜石の原産地は、メキシコ中央高原近辺のものよりも、メキシコ北西部産、例えばミチュアカン州北部やハリスコ州中部、ゲインイダルゴ州のセロデナバハス産のものが主体である。トルコ石は、ニューメキシコ州のセリージョス産のもので、これは、アルタビスタデチャルチウィテスの、アルタビスタ賞でも見られる。 土器や土牛にも搬入品が見られ、北西のアルタビスタでチャルチウィテスのものや、東方のサンルイスポート詩集のボラーニョス文化由来のものが出土している。また、尻尾焼きのような製品。紀元850年から1050年までは、シタデルショーと呼ばれ、メソアメリカの北方拠点としてのラケマーダは破壊され、終焉を迎えたと考えられる。階段や通路は小規模なものに作り替えられ、 長さ850メートル、高さ5メートルに及ぶ防壁が主として遺跡の北側に作られた。マルパソ過酷でこの時期に焼かれた集落遺跡はあるが、ラケマーダ自体には焼かれた痕跡はない。壊れた建物の屋根の上に築かれたかまどが見られ、そこから採取された炭化物サンプルが930プラスマイナス120を示していた。この時期には、伊賀島も ラケマーダの存在はすでに17世紀には知られていた。特筆すべき出来事として、19世紀初めに、当時のサカテカス州の知事であるフランシスコ・ガルシア・サリナスが、ドイツ人技術者カルロス・デベルゲスにラケマーダの遺跡と道路網の地図を作らせた。これを契機にこの知事は、メキシコでも最古に属する文化財の保存に関する法令を制定するのに、携わることとなった。 20世紀初め頃まで研究者たちはこの遺跡がアステカ、そのうち有名で有力とされた説はトルテカ帝国のトルコイシ公益路を防衛するための軍事拠点という説であった。しかし、この説は数多くのサンプルを放射性炭素年代測定した結果、古典気候期という年代が弾き出され否定されることとなった。また、 アルデン・メイスンが1935年の調査をもとに、ラ・ケマーダもチャルチウィテス文化の一センターと位置づけて、きたが、チャールズ・ケリーは、別個の概念として位置づけた。ケリーは、ラ・ケマーダの在地時のセブンが、チャルチウィテス文化のものと、系統的に異なることも指摘している。ラ・ケマーダと、チャルチウィテス文化の概念、類似点や、相違点については、論議が続いている。 ありがとうございます。